はい、皆さんこんにちは、しんです。今日は iPhone 13 の、リーク情報、こちらの方をお届けしたいと思います。 Apple 次世代望遠レンズ、ペリスコープレンズの開発でサムスンと協力かというリーク情報が出ております。今回こちらの iPhone 13 が iPhone 13以降の iPhone で、ペリスコープレンズの開発でサムスンと協力する可能性を、報じております。こちら、アナリストのミンチー講師は、予想では2022年モデルの iPhone に、ペリスコープレンズが搭載されると、予想されております。こちらの方、搭載になるととても楽しみです。写真でありますように iPhone 13は3眼ではなく、4眼レンズに、なる可能性も高いそうです。続きましては iPhone 13シリーズのコンセプト動画が公開となっております。でこちらがその、画像となっております。こちら丸みを帯びたディスプレイとなっております。本当にこんな形になったらとてもね、いいんですけど、こちらもカメラは4眼と予想されております。はい、こちらが iPhone 13 Pro の、リークのレンタリング画像となっております。見た感じは iPhone 12 Pro と、変わりはないように見えます。多分カラーが変わるぐらいと、4眼に、なる感じかと思います。そして両モデルともなんですけども、ライトニングのケーブルが、こちらはありません。ひょっとしたら、ワイヤレスに切り替わっている、可能性が、あると思います。はい、そして Apple Watch のシリーズ7、こちらもリーク情報出ております。こちらは、サイドボタンを廃止しまして、ヘルスケアの機能を充実、そしてバッテリー持続時間が長くなるというリーク情報で出ております。今が、最大18時間の、電池時間なので、最高でも、2日は持ってほしいところです。こちらもまだ、情報入りましたら Apple Watch またお届けしたいと思います。はい、続きましてはこちらも最新のリーク情報です。4月から6月にミニ LED のディスプレイを搭載、 M1 のチップ MacBook Pro をなんと発売するというリーク情報も今入ってまいりました。そして、年始め1月から3月にはミニ LED バックライトディスプレイ搭載の iPad Pro も出るとリーク情報が入りました。またこちらの方は詳しい情報入りましたらお伝えしていきたいと思います。では本日の動画は以上となります。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。